エリック・ファルケンブルフは、オランダ・ライデン出身のサッカー選手。ローダ JC 所属。ポジションは MF。地元のユースクラブを経て、スパルタ・ロッテルダムの下部組織に加入した。2008年1月23日、PSV 戦にて、トップチームデビューし、2009から10シーズンには、リーグ戦30試合で10得点を挙げた。2010年7月1日、AG ・アルクマールに移籍した。 しかし、レギュラーダッシュには至らず、2012から13、シーズンには構想外となったため、2013年1月27日、NEC 内名編にレンタル移籍した。翌シーズンも引き続き構想外だったため、ゴーアヘッドイーグルスにレンタルした。2014年7月1日、ナック・ブレダに完全移籍した。このシーズン、リーグ戦を16位で終え、 広角プレイオフに回ったブレダは、ローダ・ジェイシーとの直接対決に敗れて二部広角が決まった。2015年7月12日、ビレム2に2年契約で移籍した。2015から16シーズンリーグ戦で、キャリアハイとなる11得点を記録するも、またもや16位でフィニッシュしたため、昨シーズンに続いて広角プレイオフに参加した。プレイオフでは1回戦。 アルメレシティ FC に2から1で勝利2回戦フルスナックブレラ戦では自身の2得点を含む3から1での勝利を飾り2部降格は免れた2017年5月10日クラブとの契約満了により退団した2017年8月30日アドデンハーグにフリーで加入したありがとうございます